ス決めた、シュートだ、小野瀬、これ上だ。速い球、コースがあったすごい。2022年オープニングゴール、レアンドロ・ダミアン、まあ、再三ニアだったんですよね、川崎、確かね、脇坂がキッカーの時でも、でこれもニアで、まあ、スカウティングの成果かもしれませんけども、スピードボールに対してダミアンのスラッシュのヘッド、まあこれは入った、まだキープ、外にはたいて金子、ペナルティーエリアの中に入ってきた、落として田中、クロスボール、お菓子はルーカス・フェルナンデスだ、今度は決めました、先制、北海道コンサドーレ札幌。下がスリッピーですから、わざとあそこ叩いてるというところですね、はい、ここですね、見事な先制点だと思います。今シーズンのチーム第1号、ルーカス・フェルナンデス。逆サイドもっと幅使いながらエスパルスの方は動きたいですけど、鈴木唯人、さあ前向いた、鈴木唯人、シュートだ、同点、鈴木唯人、1対1、見せましたね、来ましたね、このまずですね、この相手の背後を狙った動き、体の向きを変えさせましたよね、それとちらっと見ておいて逆サイドを狙ってるんですけど、インフロントでこれシュート打ってますけど、ワンタッチコントロール見事、ピタッと止めて相手も飛び込めない、 中にこう選手がいないことが分かってちらっと見るんですけど、シュートを打つ逆サイド、はい、このいうところの柴田の運動量の豊富さというのは本当に特筆すべきと思いますね。武田、川崎ピーター・ウタカスローインから始まりましたけど、一瞬の隙を突いて川崎がオーバーラップするんですね、ここ、そして一気にペナルティーボックス侵入したところで、浦和の最初のが慌てたところを宇高がフリーになりました、こういうところでね、宇高はほとんど決めきりますから、そういう意味ではフリーで、しかも余裕を持っていける形を作った川崎、そして京都の共通認識を持った攻め、チームに勝ち点3をもたらすゴールでありました。ビオピツカ、ここはうまく内に入って、上田綺世のシュート、ー強烈なゴール、上田綺世2022で、ここで石川もちょっと出ようかなと迷ったんですよね、でそこでポジションを変えて戻ったんですけど、シュートの威力がすごすぎて体勢を作るとかちょっと間に合わなかったですよね、素晴らしいシュートでしたね。プレーなんとか生かしたい、こぼれたところはどうか、小野瀬のゴール、1対1、同点に追いつきました、こぼれ球をしっかりと拾って小野瀬、周りのある中で昨シーズンはノーゴールに終わりました。いやでもこれは本当テクニックですよ、蹴り方を見ていただけると分かるんですけど、ショートバウンドで浮いてくるボールなので、上からかぶせて振り切らないんですよね、抑えに行ってボールの軌道だけ、黒川は柳沢に下げます、柳沢、キュセジョン、ここは前で詰めてシュート、触りましたが決まった、鈴木優真を押し込みました、1対2、勝ち越した鹿島アントラーズ、まあ、ガンバの、まあ、片野坂さんのサッカーをしっかりと分析していて、はい、まあ、中盤から、まあ、ビルドアップ、まあ、最終ラインですね、そこからしていくだろうと、でそこにしっかりとプレスをかけてミスを誘って、まあ、ゴールを奪ったというところですけど、まあ、これもねキーパーもこうビルドアップに参加するので、やっぱりボールサイドにはちょっと寄っちゃうんですよね、でそこのミスからなので、樋口、まあ、1点リードですし、はい、まあ、慌てることは当然ないとは思いますけど、いや、前の上田、上田球も緩急でしたね、
見事な鹿島アントラーズ、そして上田のゴールゲット1対、まあ、こうゆっくりしているのでまだかなと思った瞬間に縦パスが入るわけですよね。このターンしてからが早くて、早かったですね。まあ、荒木のターンも見事ですし、まあ、この準備をしている上田も見事で、まあ、これはズドンではなくてしっかりとコースを狙ったシュートですね。まあ、タイミング荒川が入れてきます。まもなく40分、ファーサイドヘディング、シングルヘッド決まった。40分先制セレッソ。比較的ニアが多かったと思うんですけども、今回ファーサイドを荒川も狙ってましたし、まあ、振動の高さですよね、はい、ここでしっかりと機体に当ててますから。そして中原が右で、清武はツートップの一角になったかもしれません。アンデルソン・ロペス行く、アンデルソン・ロペス折り返し、フリーだ中川、追いつきました。 F マリノス交代的中、アンデルソン・ロペスから中川、ここでうまくアンデルソン・ロペス背後取り行きましたしね、はい、まあ、強引でしたけども最後よく右足で折り返しましたし、まあ、中川もよくいましたね。このアンデルソン・ロペスの投入の活躍っていうのは F マリノス、小池はもう追い越しています。マルコス・ジュニオールからアンデルソン・ロペスワンタッチ、小池だ、小池残せるか、これは高い位置で奪った、アンデルソン・ロペス、ニューストライカー、ワンゴールワンアシスト、不屈のトリコロール、鮮やかに逆転です。アンデルソン・ロペスまたしっかりとゴールに動き直していましたし、まあ、ここでカットして落ち着いて、まあ、セレッソとしても西尾のところでもう少し大きくクリアできればっていうのはあったと思うんですけども、まあ、振動には木田がべったりついてますね、はい、ヘディング、またコーナーキック、清武今度は自ら、いや高いですね清武、もともとゴール前いましたのでね、重厚感のある攻撃、この辺り時間帯が続いている福岡ですが、岩田もしのぐ、田辺からのボール、これおっと金森に入った、金森かわして戻して前へ、島新加入の前島やりました。いきなり結果を出しました。そうですね、まあ、このパスと、まあ、この切り返しで時間作りましたし、この時にうまく侵入してきた、でこうキーパーがブラインドになったのもあったと思いますけども、はい、ここをこう強く打つというよりかはしっかりこう面を作って、うん、まあ、インサイドにしっかりコースに流し込む、はい、まあ、キーパー三浦からするとブラインドになって見えなかったと思いますけども、ここをまあ吹かさず打ったってところと、うん、やっぱ攻守の切り替え早くしてこう厚みのある、まあ、ファンマンも踊りましたね。あ、まあ、ファンマンも踊ってくるとやっぱ非常に高さが出ますよね福岡ね。小川大輝、うんと、これジャメイン、ジャメイン、ジュビロ磐田追いついた、こちらも新加入のジャメイン寮で1対1、まあ、これコントロールしてからシュートまで非常にこうスムーズでしたし早かったですね、はい、まあ、福岡からするとこのボールがもう足元に入っちゃってるのでどうしてもこう飛び込めないってところあったと思いますし、まあ、ディフェンスがアプローチかけてシュートコース切る前にシュートを打ち切ったところ、まあ、コントロールからシュートまで、まあ、非常にこうスムーズで、まあ、福岡からすると流れてしまうんでね、迷いますからね。マテウス・サビオしっかりと決めていきました。先制柏レイソル、2022年シーズン柏レイソル。ゴールキーパーの谷はあんま動かないという選択したのかもしれないですね。もしくはちょっと
小南追い越していきましたが使わずにマテウス・サビオ、マテウス・サビオからのクロス流れていく、ここ三つ丸からマイナス、そしてシュートはブロック、そして押し込んだ最後小山津、まずは山田、そして最後中からの出場でゴールは嬉しいですね。いいところに転がってきましたね、自分の前にね。ただ後ろから来てるボールなんでそんなに簡単なシュートじゃなかったと思いますけど、非常にねリラックスして、まあ、うまく振り抜いたと思いますね。大崎捕まった、マテウス引きつけます、右相馬、マテウスはラストパスこぼれてきました、坂井戻す、ヘッドこぼれた、稲垣カウンターアタック完結、名古屋先制、守備から簡単につなげてますと。あった先頭のポジションがあったので神戸からするとまず中から戻る、でそれに対して外にボールが出ましたので、はい、また体の向きを変えられたところからの神戸の守備は非常に難しかったと思いますね。で最終的にはよく稲垣が走ったなと、可能性を信じて走った。レオシルバ、吉田豊、その前にマテウスがいます、中を見ます、マテウスクロス、ピンポイント、あーとゴール、高速クロス追加点名古屋。で戻りながらの守備はまず非常に難しくて、長瀬このキックです、すごく速くて鋭いボールが、まあ、下も濡れてる分バウンドした時伸びますんで、俺はもうマテウスのキックがもう9割5分です、はい、もちろんクリアがゴールのこう外に飛んで Like, subscribe, push notification